今回は Windows 10アニバーサリーアップデートについて分かりやすくご説明します。まずリリース日は2016年8月2日になります。費用は無料です。ここから新機能についてご説明します。まず、Windows Ink が搭載されます。こちらは、付箋などに手書きで入力できるようになります。そして、コルタナが強化されます。これによって、ロック画面からもコルタナが使えるようになります。ちなみにコルタナとは、iPhone でいうところの Siri のようなものです。そしてお待たせしました、 Microsoft Edge が強化されます。 Microsoft Edge は Windows 10から搭載された新しいブラウザで、機能が少なくて不満が多く聞かれていたブラウザですが、今回のアップデートで強化されます。そして拡張機能が利用できるようになります。もうすでに Firefox や Google Chrome を使える方は特に目新しい機能ではありませんが、最低限のことが Microsoft Edge でもできるようになったという程度のことです。その他にセキュリティの強化として、Windows Defender、Windows Defender Advanced Threat Protection、WDATP、Windows Information Protection などが搭載されます。これによって、別途セキュリティソフトを買わなくても、ある程度のセキュリティは確保できるようになります。